黄色いワインとクルミやコンテチーズの組み合わせワインと食品のマッチングとは食品をワインと組み合わせることによって食事の体験を豊かなものにする過程のことである。ペアリングとも表現される。多くの文化圏においてワインは晩餐の食卓で中心的な役割を担ってきた長い歴史があり地域のワイン製造や 料理芸術の伝統を含め長い年月をかけて発展してきた。以下で論じられる原則にかかわらず、その地域の料理には単純にその地域のワインが組み合わされてきた。現代の芸術的な食品の組み合わせは比較的最近の減少であり、出版やメディア業界が特定の食品とワインとの組み合わせを推奨することによって助長されたものである。 レストラン業界においては、ソムリエがしばしば客に対しておすすめの組み合わせを提案する。組み合わせの背後にある基本的な概念は、食品とワインにおける例えば質感や風味のような特定の要素が相互に異なった反応を示し、これらの要素の正しい組み合わせを見つけることが、食事全体の体験をより楽しいものにすることである。しかしながら、 味覚と快楽は主観性が強くある人にとって教科書的に完璧な組み合わせが他の人にとっても楽しめるものになるわけではない。食品とワインをどのように組み合わせたら良いのか多くの書物、雑誌、ウェブサイトに詳細な解説がなされている中で食品やワインの専門家の多くは食品とワインの組み合わせにおける最も基本的な要素が 食品の重さとワインの重さとの間のバランスを理解することにあると考えている。カベルネ・ソービニオンのように重くて芳醇なワインは、例えばキッシュのように軽くて繊細な料理を圧倒してしまうし、逆にピノ・グリージョのようにボディの軽いワインは、需要豊かなシチューに圧倒されてしまう。重さ、風味、質感は対象をなすことも補い合うこともできる。 食品とワインの組み合わせにおいては、ワインの糖分、酸、アルコール及びタンニンについても、対象となる食品の種類に応じてそれぞれどのように、強調あるいは抑制されるのか考慮される。昔から食事に、ワインは付き物であった。地域の料理とワイン製造の伝統は共に発展し、地域のワインと郷土料理の間には自然な組み合わせが形成される。ワインには、 食品の付け合わせとして提供されてきた長い歴史がある。ワインの歴史の初期において、ワインは主要な飲食物に代わるものとして作られ、しばしば地方で供給される水よりも衛生的であった。特定の料理と特定のワインとの組み合わせについて、極めて真剣に考察されていた形跡があり、おそらく当時使われていた、あらゆるワインがその対象となっていた。その一方で、 地域における料理の伝統が発達するとともに地域におけるワイン製造の伝統も発達した。郷土の料理とその地のワインとの育成期にもわたる関係から今日では模範的とみなされている多くの組み合わせが誕生した。ヨーロッパにおいて現在はワイン生産の中心地となっている多くの地域では肉として羊肉が主流であった。ボルドーワイン、ギリシャワイン、 リオハワイン、リベラデル・ドゥ・エロ、ローヌワイン、およびプロバンスワインなどの赤ワインは、それぞれの産地で洋肉を使った郷土料理に模範的な組み合わせが成立すると考えられている。イタリアワインにおいて、食品とワインとの緊密な関係はその文化に深く根ざしており、地域のワインにその例を見ることができる。歴史的に、イタリア人はワインを晩餐に欠かすことは、ほとんどなく、 地元のワインは食品と親密になるよう手作りされ、しばしば華やかな酸味を持っている。イタリアワインの中には単に果実味の弱さ、あるいは酸味の鋭さが感じられるものがあり、はっきりした風味のイタリア料理に合わせるとしばしば異なった側面を表す。近代以前の食品とワインの組み合わせに関して、歴史的な逸話がいくつか残されている。 イギリスのワイン商人に関するものとされる逸話として、リンゴで買い込みチーズで売り込めというものがある。この逸話の意味するところは、生のリンゴに合わせて美味しいワインは本物であり、どんなワインでもチーズに合わせればさらに美味しくなって、一般的な顧客にはよく売れるというものである。この逸話の背景には、果物とチーズの組み合わせについての法則が隠されている。 甘みと酸味が強い果物は、ワインの味を硬質で、薄いボディに感じさせる。これに対して、チェダーチーズのようなハードチーズは、ワインのタンニンを穏やかにし、豊かで、フルーティな味を感じさせる。もう一つ、今日でも語られる逸話として、白ワインは魚に、赤ワインは肉にがある。この格言は、ワインのボディを、食品の重さに合わせるという原則によっている。 肉は一般に重い食品で、しかも赤い色を呈しており、赤ワインを合わせた方が良いと考えられてきた。同じように、魚は一般に軽い食品で白い色を呈しており、しばしば白ワインを合わせるものとされてきた。現代のワイン製造において様々なワインのスタイルが普及したため、この格言はいくらか時代遅れになりつつある。今日では、 ニューワールドワインやオークソン熟成シャルドネなど多くの重い白ワインがピノノワールやイタリアのメルローなど軽い赤ワインよりも強いボディを持つようになっている。レストランにおいてソムリエは料理に組み合わせるおすすめのワインを紹介する。近年食品とワインとの組み合わせについて流行や興味の対象となることが多くなり新たな意味が与えられるようになってきた。 産業界は書物やメディアを通じて完璧なワインを完璧な料理に合わせる原則や模範の解説に努めている。レストラン業界においては店の料理に合わせるおすすめのワインを教える熱心な個人あるいは店員のソムリエが多く見られる。このような現象の起源は1980年代のアメリカ合衆国における新禁酒運動に遡ることができる。 禁酒主義者たちはワイン業界に対し食事の一部としてワインを飲む状況が単なるアルコール飲料の浪費やアルコール中毒に向かっていないかどうか再検証を求めた。ワイン製造業者たちは製造するワインがどのような食品、料理に合うのか強調するようになり時には組み合わせの提案をワインラベルの裏に印刷することさえ行うようになった。料理雑誌は 個々のワインがどのようなレシピに合うのか提案するようになり、レストランは特定のワインを個々のコースに合わせるコースディナーを提供するようになった。今日では食品とワインの組み合わせの詳細な指針や助言について複数の情報源が存在する。しかしながら多くのワイン愛好家たちは直感や食事の雰囲気、あるいは単にその時に食べたい料理と飲みたいワイン。 に基づいて、組み合わせを行っている。味覚は、主観的な性質であることから、どのような種類のワインを、どのような種類の食品に合わせても楽しみを享受する、ことは可能である。ワイン専門家のマーク・オールドマンは、食品とワインの組み合わせは、異性とピザのようなもの、悪い時でさえ、十分に良いものだ。と指摘し、実例として、ウェディングケーキと、 ドライなスパークリングワインの組み合わせを挙げた。非常にドライなワインと非常に甘い食品との組み合わせは、オールドマンによれば黒板に爪を立てるに等しいものであり、一般的な指針に従えば良い組み合わせではないとされる。しかしながら、儀式の雰囲気と味覚の主観的な性質は、あらゆる法則や指針を打ちまかしてしまうとしている。今日、多くのワイン専門家や、 食品とワインの組み合わせの指示者たちは、ワインの様々な特性に関する理解を改めたり、強調したりすることによって、より客観的な物理学的特性すなわち食品が、味覚に及ぼす効果に着目しようとしている。食品とワインの組み合わせにおいて考慮すべき最も、基本的な要素は、重さ、すなわち、食品の重さとワインの重さあるいは、ボディとのバランスをとること。 である例えば重い食品としては、レッドソースパスタなど、軽い食品として繊細なサラダなど、重いワインとして、カベルネソービニオンなど、軽いワインとして繊細なピノグリージョなどが挙げられる。ワインテイスティングにおいて、ボディとは、第一に、ワインのアルコール度数によって決められ、感じられるタンニンやエキスの程度にも影響される。タンニンは、 ブドウの皮やオークソン熟成などによるものであり、エキスは発酵過程や折り引き前熟成などの工程でワインに溶解する個体成分のことである。オーストラリアワインなどに見られる団地産のオークソン熟成されたシャルドネシュはシャブリなど寒地産でステンレスタンク発酵のシャルドネシュと比較して重いボディを持つ。重いワインと軽い料理の組み合わせ。 あるいは逆に軽いワインと思い料理の組み合わせは、一方が他方圧倒する結果に陥ってしまう。食品の重さは、その風味の強さという観点で、例えば繊細で希薄な風味と芳醇で、需要豊かな風味との対比として表現することもできる。この原理に則っ,った組み合わせの鍵は、料理における支配的な風味を識別することである。ソースは、肉や、 主材料の代わりに支配的な風味を形成することができる。茹でた魚は普通は軽いボディを持っており、軽い白ワインを合わせると良い。一方、その魚に重いクリームソースが添えられているならば、フルボディの白ワインか、軽い赤ワインを合わせることで、バランスが良くなる。ライトボディのワイン、グリューナーフェルトリナー以下、様々なワインの重さについて大まかな指針を述べる。 ワイン製造者や地域性はオークソン熟成などと同様ワインのボディを軽くすることも重くすることもある。例えばピノノワールにも非常に軽いボディからミディアムボディまで様々なものがある。別の例として地域の気候風土の影響が挙げられる。暖かい地域ではアルコール度数の高いフルボディのワインが作られる傾向があり。 このため、カリフォルニアワインとして作られるソービニョンブランは、ロワールワインとして作られるソービニョンブランより重い、ワインとなる。食品とワインの双方が等しく強調された、完璧なバランスも、理論的には可能であるが、概して組み合わせとはどちらか一方に偏るものである。マスターソムリエのエヴァンゴールドスタインは、 食品とワインの組み合わせは会話する二人のようなものであり、一方が話しているとき、もう一方は聞いていなければならず、さもなくば混乱に陥ると指摘している。すなわち、食品かワインのどちらかが組み合わせの主役になり、一方の魅力を強調するために他方が脇役として補佐するということである。重さと強さに関して、 組み合わせの主役がワインであるならば、食品はワインと張り合わない程度に軽く、さりとてワインに圧倒されるほどには軽すぎないように、すれば、理想的なバランスに近づくことになる。もし組み合わせの主役が料理であるならば、ワインに対して同じ考え方を適用して、組み合わせればよい。発泡ワインのピリッとした酸味とフォアグラの豊かな質感は、 対照的な組み合わせの一例である。重さについて考えた後、風味と質感の組み合わせについては、保管、または対象のどちらか一方の考え方を用いて対応することができる。一つ目の考え方は、ワインと料理を寄り添わせて、互いに引き立て合うようにすることである。例えば、泥臭いブルゴーニュのピノーノワールを土臭いキノコ料理に合わせることが挙げられる。 二つ目の考え方は、異なるものは惹かれ合う、という行為に基づく対応である。例えば爽やかな酸味のあるソービニョンブランと、クリーミーなレモンソースを添えた魚料理のように、対照的な特色を持つ食品とワインを組み合わせる、ことである。この時、ワインの爽やかな酸味は、ソースのクリーミーさに割り込んで対照的なものとして、作用する。 これは例えばクリーミーでこってりとしたシャルドネを合わせる、補完的な組み合わせに対して、また、一味違う爽快な感覚を与えることができる。歴史的に見れば、食品とワインの組み合わせにおいて、補完的手法の方が優勢であった。1980年代になると、多くの人々が、組み合わせの発見や試験に加わるようになり、 対象の手法を用いるアイデアに関心が持たれるようになった。これは料理において例えば塩辛いピーナッツバターと甘いゼリーのような塩辛さと甘さを組み合わせるアイデアに追従するものである。同じ食品が保管になることも対象になることもある。ヒルテン系ゼのように硬くて風味豊かなチーズは風味豊かで少し甘口のワインにも フルボディの赤ワインにも合わせられる。しばしば、味覚は主観的なものであると言われるが、苦味、甘味、塩味、酸味など、定量的な味覚特性も存在し、味覚を検出したり、低い、適度、高いという指標で測定したりすることができる。例として、蜂蜜の甘みや牡蠣の塩味の測定などが挙げられる。例えば、バタースコッチの焦げたイチゴのような風味は、 個人的な領域であり、定量化できない。風味は、その存在の有無によって判定される。風味の判定は、我々の嗅覚に関連しており、味覚は、未来の検出機関によってもたらされる。味覚の違いを見分ける感度には、個人差があるものの、ワインの専門家たちは、風味という主観的な指標よりも、客観的な測定結果をもとにした組み合わせを、 推奨することが多い。ワインにおいては、苦味、甘味、酸味の三つが、基本的な味覚となる。これら三つの味覚はそれぞれ単に残留糖分及び、酸の主要な要素として同定することができる。四つ目の要素であるアルコールは、ワインテイスティングにおいて、口の奥で感じられる。辛さあるいは温かさとして同定され、ワインのボディを決める主要な要素となっている。 アルコールによる辛さは、ワインの辛味を最小にする成分や強調する、成分を含む食品と組み合わせることによって、検討できる。サラダドレッシングとトマトの酸味は、ボジョレーワインの酸味を打ち消し、果実味を引き立てる。酸味は、風味に対する感覚を強めることのできる顕著にして、複雑な過程として、食品とワインの組み合わせにおける主要な役割を、演じる。 ワインテイスティングにおいて酸味は大気汚によって口内が湿る反応として確認される。口内を湿らせる反応は食欲を起こさせることにも寄与する。ワインには主としてリンゴ酸、乳酸および種石酸の3種類の酸が含まれている。脂肪質、油っこい、濃厚、あるいは塩辛い料理においてワインの酸味はその重さをカットし、 口内の感覚を活性化させることができる。料理において酸味は、例えば牡蠣などを塩辛いシーフード料理に添えられる一切れのレモンのように一定の流儀でしばしば使用される。レモン果汁の酸味は牡蠣の塩味を和らげる。組み合わされる料理に対してワインのピリッとした風味が弱い場合、ワインの味が薄っぺらに感じられるようになる。 非常に酸っぱいと感じられるワインはピリッとした酸味のある料理に組み合わせることで穏やかになる。食品とワインにおける酸味の補完関係は互いを相殺するものであり、ワインの果実味や食品の他の風味など酸味以外の要素を引き立てる。ワインの甘みは発酵工程の後に残留した糖分の量によって測定される。ワインはボーンドライ、オフドライ。 セミドライを呼びデザートレベルに分類できる。甘口ワインは通常は組み合わせる料理よりも甘くする必要がある。極上の辛口シャンパンに甘いウエディングケーキを組み合わせるとワインは辛くて薄っぺらに感じられケーキの風味は悪くなる。食品の組み合わせにおいて甘みは香辛料と温かさを相殺する。 甘みは、温かさの対象として、あるいは胡椒や辛いアジア料理の焼けるような感覚を緩和するものとして作用させることができる。甘みはいくつかの食品についてはその穏やかな甘みを引き立て、塩味の対象になり得る。例えばヨーロッパで寒冷となっている塩辛い、スティルトンと甘いポートワインの組み合わせが挙げられる。特に、例えば、スイートサワーソースを使った。 料理のように食品にいくらかの甘みが含まれている場合、ワインの甘みは食品のピリッとした味を相殺できる。チーズに含まれるタンパク質と脂肪にはワインのタンニンを和らげる作用があり、ワインの苦味を抑えて果実風味を引き出す。通常、ワインに関わる苦味はワインのタンニンによってもたらされる。タンニンはザラザラした質感と不鮮明で、 渋い味を加える。これはワインのボディまたは重さに対する感覚を強調する。普通、タンニンは醸造過程においてどうの皮と茎から絞り出されたり、あるいは熟成において多く損と接触することで生成される。タンニンはタンパク質に作用する。例えば赤肉やハードチーズのような高タンパクで高脂肪の料理に組み合わせるとき、 タンニンは、タンパク質と結びつき穏やかな印象を与えるようになる。ベジタリアン料理のようなタンパク質が少ない食品においては、タンニンが舌や口内側面のタンパク質と反応し、苦味を強調したり口内を乾燥させる効果を表したりする。グリルや香味焼きなど、料理に苦い焦げの成分を加える様々な料理法は、 タンニンに富むワインと良い相性を示す。魚油はタンニンに富むワインの味を金属的にしたり、気迫にしたりする。バローロやカベルネソービニオンなど苦くてタンニンに富むワインは大抵の食品を圧倒するが、ハードチーズや肉のような脂肪分とタンパク質を多く含む食品と組み合わせることで穏やかにすることができる。ドライタンニンには、口内で 脂肪や油と結びつくことで口外を正常にする作用もある。香辛料の効いた甘い食品は、タンニンのドライな苦味を強調し、ワインの風味を打ち消してしまう。アルコールは、ワインの重さやボディを決める、第一の要素である。一般に、アルコール度数が高くなるほど重いワインとなる。アルコール濃度が増加すると、濃度や質感に対する感覚が、活性化される。 食品とワインの組み合わせにおいて、塩と香辛料の辛さは、アルコールと口内の辛みや温かさを強調する。逆に言えば、アルコールは辛い食品の辛みを増大させる作用があり、アルコール度数の高いワインを、香辛料の効いた料理に組み合わせれば非常に辛いと感じることになる。食品の組み合わせは、これまでに列記された基本的な指針を超えて、質感や、 風味の様々な側面の対比についてさらに深く追求することも可能である。ワインとの組み合わせにおける橋渡し成分という用語は、例えばゆっくりと料理された玉ねぎとクリーミーなワインの組み合わせのように相性の良さが確立されている成分や風味を意味する。例えばある種のカベルネソービニオンに対するローズマリーのように特定のワインに対して 特定のハーブや香辛料を選んで料理に添加することもある。料理にこれら添加物を加えることでワインとの組み合わせをより良好なものにすることができる。蒸気の原理はワインをアジア料理と組み合わせる際にも適用できる。肉や魚介類や野菜に限らず主役となる食材が何であっても料理の風味を組み合わせることで優勢な風味を浮かび上がらせることができる。 料理における真の風味は、おおむね調理方法、ソース、調味料あるいは新しい風味をもたらす成分の混合によって決まる。ありていに言えば、料理の風味はこれら要素の組み合わせによってもたらされるものである。アジアの食事においては、いくつかの料理が同時に提供され、全員が取り分け合うことにも注意する必要がある。このような場においては、 何にでも合うワインを選んでおかなければならない。ありがとうございます。